ソウルジェムに反応。わざわざ御嶽原まで来たんだ。バッチリ倒して。近い。いた。って、あれ、結界がな。お前使い魔かよ。なんだこれ、何回目。また無駄骨。ああ、今日のところは見逃してやっからさ、さっさと人間食って卵を埋める鶏になれっての。覚えてるよ、お前が魔女に成長したら絶対だから。そこのあなた。私ですか。いや、怪しいものぞ。そんなこと言ったら余計に怪しい。私に。うん、あなた何年生。2年です。おお、すっごい偶然。実はね。それで。おお、そうだったそうだった。あなた今向こう、ええ、向こうにはさ、通り魔が出るらしいから。おせっかいかもしれないけど、この道の先はなら魔女が近い。あの、何、それだけを言うため。娘と同じ。そうですか。おいおい、だから。ああ、注意してんのにすされじゃ。若い子。ちょっといいかしら。誰この町を。あ、どういう風の吹き。魔法少女には、もとよりその、なるべく穏便に済ませたい。まだ肝心なところ。あんた、一体何が狙い。2週間後。なぜわかる。それは秘密。ともかく、こいつ、一体何を企らんだ。なかなか手の内。とはいえ、心底信用できない。ここは、相手。確かに、一人。あなたを、タイは。いいよ。いくらでもごちそうする。あ、さやかちゃん。あれ、まどか。ここに来たら、さやかちゃん。それで、どうだった。いや、それが。そうなんだ。なんか急に決まったらしくてさ。さやか。しょうがないって。退院の準備に。でも、早く退院できてよ。それだけ回復も良好。それなら、さやかちゃん、退院おめでとうって。今から。私、うん、ちょうど家。そうだ。うん、そう。いや、だって、今日は久しぶりに家族だけで過ごしたいだろうし、私が遠慮なしにずかずか入り込んじゃダメだ。さやかちゃん。それに、どうせ京介のやつも、今会えて会わなくても。さやかちゃん、上条くん、指が治ってすぐの時だって、会いに行ったらよろ。だったら、一言だけでもいいから。そう。そうだって。わかった。行って。さやかちゃん。どうしたんだろう、さやかちゃん。さやかちゃん、会いに行くのをためらうくらい。京介、バイオリンの音。やっぱり、今日会う。よう、ボン。お前は知ってるよ。あんたがキューベイと契約した。まったく、たった一度の奇跡。お前なんかに。分かってねえのはそっちだ。魔法ってのはね、鉄塔他人のために使ったとこ。巴マミはその程度のことも教えてくれなかったの。惚れた男をものにするならもっと冴えた手があるじゃん。何、今すぐ乗り込んでいって
坊やの手も足ももう一度あんたなしでは何。そうすれば今度こそその坊やはあんたのもんだ。身も気が引けるってんなら私が代わりに。同じ魔法少女のよしみだ。お安いご用さ。ふざけるな。絶対にお前だけは絶対に許さない。今度こそ必ず。場所を変えようか。みんなどうして仲良く。みんなで力を合わせて。どうして。窓か窓か。キューブ急いで。さあ僕についてきて。さあ着いたよ。本当にあんた。そうさ、ここなら遠慮はいらないよね。さあかかって。やら。待って、サーブ。やめて、サーブ。邪魔しないで。そのダメだよ、こんなの。うざい奴に会う。あなたの仲間はどうなのかしら。ち、話が違う。ミキサー、あんたのやり方じゃ手ぬるすぎるんだよ。どのみなら私が相手に。じゃあチョコスティック一本。十分に。なめる。さやかちゃん。ダメだ、さやかちゃん。止めなきゃ、今すぐ止めなきゃ。そうだ、ソウルジェム。さやかちゃん、ごめん。あ、まどか。ソウルジェムを投げやがった。いけない、トラックの荷台に落ちたわ。何やってんの。マドカ、あんた。だってこうしないと。そうだよ、魔法の力が。なんてことする。さやかちゃん。なんだ一体どうしたの。今のはまずかったよ、マドカ。より何なんだ。ちょっとどけなよ。やめて、乱暴に。何勝手に倒れてんの。急がなきゃ、ソウルジェムがなくなってしまったら。さやかちゃん、ね、ちょっと嫌だよ。何かどうなってやがんだ。おい、要するに君たち魔法少女が体をコントロール。それが限度だからね。100メートル。普段は肌身離さず持ち歩い。こういう事故は滅多にあることじゃないんだ。何言ってるのよ、キューベー。はあ、マドカ。さやかはさっき君が投げ捨てた。じゃあただの人間と同じ壊れやすい体のまま。君たち魔法少女にとって元の体。君たちの本体としての魂には魔力をより魔法少女との契約を取り結ぶソウルジェムに変えることなのさ。これはふざけるんじゃねえ。それじゃむしろ便利だろ。心臓が破れてもその体は魔力でソウルジェムさえ砕かれない限り弱点だらけの人体よりもよほど戦いでは。ひどいよ。君たちはいつもそうだね。事実をありのままに伝えると訳がわからない。どうして人間はそんなに。もう大丈夫。さやか。生き返ったのか。え、何。
騙してたのね。騙したわけじゃないぞ。僕は魔法少女になってくれって実際の姿がどういうものかは説明なんで教えてくれ聞かれなかったからさ。知らなければ知らないままで、事実あのまみでさえ、そもそも君たち人間は魂の存在、君たちが精神と呼んでいる脳は単なる神経、そのくせ生命が維持できなくなると人間は精神まで消滅してしまう。僕は君たちの魂を実体化し、きちんと守れる形にしてあげた。少しでも安全に魔女と戦えるようにね。大きなお世話よ。君は戦いというものを甘く各地で言って説明するより、実際に体で分かってもらった方がいい。例えばお腹に槍が刺さった場合、肉体のこれが本来の痛みだよ。ただの一発。君が京子との戦いで最後まで立っていられたのは、君の意識が肉体と直結してないからこそ可能なこと。おかげで君はあの京子との戦闘このくらいで分かっても慣れてくれば完全に痛みを。もっともそれはそれで動きが鈍るからあまりおすすんでよ。戦いの運命を受け入れてまで君には叶えたい望みがあった。これが契約なんだよ。君が叶えたかった願い、もう撤回はできない。君だって上条京介の手を。甘かった。私昨日まですごく我慢して。もっとひどい状況じゃない。もう今日こんな体にされて、私はもう、私は何を好き。さやかちゃん。はい。あ、さやかちゃん。まどかか。あの、さやかちゃんだからっていうわけじゃないけど、今から会えないかなって。帰ってよ。帰ってって言ってるの。でも、さやかちゃん。いいから。私の体、ゾンビになっちゃったことに。同情だなんて。同情なんてされたくない。ましてや、普通の人間の。私は。ごめん、マドカ。わかるよ。マドカ、来てくれて。さやかちゃん。ごめん。あのさ、京介にも、マドカにそういう他人の目を意識しちゃう。今の。さやかちゃん。わかった。けど、それだけは。ありがとう。これが。私こんなに小さくなった。おい、いつまでもしょぼくれてん。あんた、ちょいとつらかしな。こんなところへ連れてきて何なのよ。ここはね、私は親父はね、正直すぎて優しすぎる人だ。どうして世の中が良くならないのか。新しい時代を救うには新しい。だからある時、教義にないことまで信者に説教する。もちろん信者の足はパッタリ。誰も親父の話を聞こうとしなかった。当然どんなに正しいことを、当たり前のことを話そうとしても、私たちは一家揃って食うも。親父は間違ったことなんて言ってなかった。ただ5分でいい、親父の話、正しいことを言ってるって。なのに誰も相手をしてくれなかった。悔しかった。許せなかった。だから久兵衛に頼んだんだよ。
みんなが親父の話を。それで、あんた。翌朝には、親父の教会は押しかけた。その裏で、私はせっせと魔女退治。私と親父で、表と裏からこの世界を。でもね、ある時、大勢の信者が信仰のためじゃなく、魔法の力で娘の私を、人の心を惑わす。笑っちゃうよね。それで親父は、壊れちまう酒に溺れて、頭がいかれ。私一人を、私の祈りが、家族を、他人の都合を知りもせず、勝手な願いを、その時心に誓ったんだよ。もう、この力は、すべて自分のためだけに使い、奇跡ってのはただじゃないんだ。希望を祈れば、そうやって差し引きをゼロにして、あんたも開き直って、好き勝手にやればいい。それって、変じゃない?どうして、私のし、あんたも私も、同じ間違いから、これ以上、後悔するような生き方を続けるべきじゃん。あんたはもう、対価としては高すぎるものを支払っちまってるんだ。だからさ、これからは釣り銭を取り戻すことを考えなよ。あんたみたいに?そうさ、私はそれをわきまえてるが、あ、見てられないんだよ。そう。あのさ、あんたでもね、その気持ちを嘘にしないために、私はね、無駄だよ。この力は、使い方、おい、まだ。私は私のやり方で、戦い、前みたいに殺しに来ればいい。私は負けない。たく、こいつ何もわかって、他人のために祈ったことを後悔したくない。けど、それじゃダメな。そんなことを堅くなに信じて、人は綺麗事なんかじゃ生きていけない。どうしてそれがわかんない。綺麗事で生きていくにはよ、そもそもあんた、そんなに強い。だからよ、あんたが壊れ。ああ、もう。なんだ。あんたか。いいわよ。でも、私、しげえよ、バカ。忠告をしに来た。もう、使い魔なんて相手にすん。魔女だけは相手にしな。それで自分の。なんであんたに。そ、なんでもだよ。こんなことして無事で済むと思う。ソウルジェムだって汚れ始めてるんだろ。ぶっ倒れちまうぞ。関係ないでしょ。これは私の使命なの。じゃあね、自己中さん。おい、人の話を聞けって。バカ野郎、そんなことしても辛いだけだろ。追いかけないのかい。珍しく弱気だね、京子。ち、お前がかん。珍しいわね。何がだよ、ぼーっとしてちゃう。そういうことじゃないわ。あなたが魔女を倒しに行かないなんて、おかしい。気分が乗らないだけだよ。そんな日があってもいいだろう。そういうあんたこそ、どうしさ、意外と。嘘つけ。どうせ他の。さあ、私が気にしているのは、三木さやかのソウルジェムに、汚れが。このまま放っておくと。はあ?つまり、自分たちにまで害が及びかねないから。それで汚れを取り除かせるために、あなたも、そう。ちげえよ!こっちは気分だよ、気分。ほら、達也、いい子であった。よし、食べる前に綺麗になったかな。はい、じゃあ食べていい。やったー。はしゃ。甘くて。はいしょ、落ちた。ああ、落としちゃったか。はいしょが。ほら、よしよし。うるせえな。おい、ガキ。し。ほら、これやるから。メソメソ。はい、すみません。別にいいって。
うるさいから静かに。本当にすみません、達也。お姉ちゃんにありがとうを言いなさい。姉ちゃん。だから、いいって。ああ、それよりもガキ。一つ、食べ物は落としたアイスでも、お腹がペコペコで食べたいってよ。食べ物はそれだけ大切だからな。うん、わかった。わかったんならよし。もう、本当にありがとう。言葉遣いは乱暴だけど、しっかりした感、まどかと同じくらいかな。若いのに、うん、まどか。さやかちゃん、おはようございます。ああ、昨日はどうかされたんですか？ちょっとばっかり。さやかちゃん、大丈夫だよ、もう平気。うん、さて、今日も張り、あら、本当ですわ。おはようございます、上条くん。あ、うん。おう、上条じゃん。ああ、家にこもってた。来週までに松葉杖。上条くん、元気になったみたいだね。うん、ほら、さやかちゃんも。あ、私は。そんなこと言わ。ごめん、ちょっとごめん。さやかちゃん、そうだよね、平気でいろ。どうしよう、さやかちゃんを慰めた。さやかさん、今日の放課後、お時間あり、別に。それじゃ、わかった。いつもの半分。はい。ねえ、どうしたの？はい。あ、うん。なんだ、恋の。わ、私、前から、ずっとずっと、さやかさんが、お見舞いに、私、まさか瞳がね。さやかさんは上条、まあその本当に私決めた。あなたはどうですか、さやかさん。何の。あなたは私の。だから抜け駆けも上条くんのことを見つめたから。あなたに瞳。私明日の放課後に、その間にさやかさん、上条くんに気持ちを。私のことはお気になさらず、さやかどうか。それじゃあ。魔女退治に行くの？窓か、家の前で。私あんた、私には。さやかちゃん、私ね、今日あの時瞳を助けなければって。正義の味方、失格だよ。もしかして瞳ちゃん、放課後。瞳はさ、瞳からそんなこと言われても、私に。瞳に、京介あって私、もう、こんな体で。さやかちゃん。ごめんね。うん。もう大丈夫。無理しないで。うん。正義の味方に休みはない。うん。ここも間違いなくそうだね。やば、
ソウルジェム濁ってきた。何か見つけちゃった。さやかちゃん大丈夫？無理はしないでね。何か見つけちゃった。
やば、ソウルジェム濁ってきた。遅い遅い。次、この調子でどんどんいっちゃうよ。ごめん、無理しすぎたみたい。